2.5インチサイズの標準的な SSD、ソリッドステートドライブとは、半導体メモリをディスクドライブのように扱える補助記憶装置の一種で、ある。シリコンドライブ、半導体ドライブ、メモリドライブ、疑似ディスクドライブなどとも呼ばれる。2021年時点で巷で SSD として盛んに言及され、人々の間で盛んに HDD の代わりに導入が行われているのは主に、 フラッシュメモリを用いたもののことである。なお、SSD は、講義には、フラッシュメモリ方式以外にも、メモリにラムを用いたものを用いたものも差し得る。本校では特に断りのない限り、2021年時点で、一般的な全社のフラッシュメモリを用いたデバイスについて説明する。PCI Express の拡張カード型と、M2 コネクタのモノ USB 接続の、 外付け SSD、SSD のメリットは、ハードディスクの方が、機械的な原理で動作し、ディスクに、時期的に記録するためにディスクを回転させ、ヘッドと呼ばれる部分を物理的に移動させているのに、対し、SSD は、データ記録原理が、根本的に異なり半導体で行っているので、振動に強く、データへのアクセス時に、音がせず、ハードディスクよりも、消費電力が少なく、 軽量というメリットがある。データの転送速度も HDD の5倍程度というメリットがある SSD のデメリットや課題としては、一つは同じブロックへの書き換え可能回数は数万回程度という制限があることであり、これに関しては各 SSD メーカーはそのコントローラーを工夫することで SSD メモリー全体を均等に書き換えるようにし、 特定のブロックばかりが繰り返し書き換えられないようにするなどの工夫をして対応している。またフラッシュメモリ方式の SSD は根元原理がフラッシュメモリであるのでフラッシュメモリそのものの欠点があり記憶が保持される年数が決して永久ではなくマイクロ SD カードなどのフラッシュメモリ類が全く通電せずに 引き出しの中などに放置しておくと7から8年程度で記憶のごく一部から徐々に蒸発するように消えていくのと同様に SSD もあまりに長年が通電せずに放置しておくと徐々に記憶の一部から蒸発するように消えていくという欠点がある特に電源をオフにした状態で摂氏40度以上の状態で放置してしまうと蒸発が始まる次元が極端に短くなり わずか数ヶ月程度でデータの一部が蒸発し始めるという要注意な欠点もある。SSD はハードディスクドライブの代替デバイスとして登場したため多くが2.5インチサイズでシリアル ATA など HDD 同様のインターフェースを持つ。M に PCI Express に対応したものもあるほか USB による外付けドライブ化されたものも登場している。転送速度は 例えば2009年の第2四半期の東芝製 SSD では読み出しが 200MBS、書き込みが 240MBS で HDD の約5倍となっており、初期の製品が発表されてからわずか半年余りで、それぞれ2倍3倍の性能向上を果たし、2014年にはシリアル ATA6GBPS のほぼ上限に到達している。 その後も急速に高速化し2018年現在では読み書きともに 2000MBS を超える NVMe 製品も広く使われている HDD メーカーも SSD の登場に対応した動きを見せている2008年11月には日立グローバルストレージテクノロジーズがフラッシュメモリのメーカーでもある米インテルとサーバ機向けの SSD の共同開発に関して提携した。また、HDD 業界2位の米ワイスタンデジタルが、SSD メーカーである米シリアンシストムズ、インクを2009年3月に、HGST を2012年3月に、サンディスクを2016年5月に買収した。HDD とフラッシュメモリの双方の長所を取り入れた、ハイブリッド HDD も開発され、実用化されている。なお、 同じ内部構造でも USB メモリ、メモリカード等のユニバーサルシリアルバス、マスストレージクラスのインターフェースを持つデバイスは、通常は SSD には直接分類されない、もしくは SSD のサブクラスとして、ユニバーサルシリアルバス SSD のように分類される。また、ソフトウェアによるエミュレートの場合も SSD には分類されない。HDD をベースにフラッシュメモリをキャッシュとするものに、 ついては、ハイブリッド HDD を参照のこと。データアクセスが高速なので、PC 類の電源投入時の OS 類の起動に、必要な時間が数分の1にまで短縮されるので、それを求めて盛んに導入されている。SSD の価格性能比は年々向上しているため、2019年時点で、少なくとも PC 市場においては、HDD と SSD を同時に搭載する機種が、 主流となっている。特に、モバイル用途に設計されている、ノート PC や、特に携帯性が重視されるタブレット PC では、多くの機種が SSD を採用している。また、HDD と SSD のどちらか一方を選択する、ことが可能なパソコンも販売されている。プレイステーションシリーズの最新型のプレイステーションを、でも、HDD タイプに加えて、SDD というよりも、 HDD より、むしろ SSD タイプがメインの選択肢として用意されている。一方、高スループットと低消費電力という利点のため、2011年頃からデータセンターでは HDD に変わってサーバに採用されつつある。また、一部のカーナビやビデオカメラ、PND でも SSD が使われ始めている。さらに大容量化したものも放送用ビデオサーバなどの 業務用専用装置での使用例があり、HDD と比較してビット当たり単価は高いものの、より優れた高速性、高信頼性を活かして利用されている。メモリに不揮発性メモリである、フラッシュメモリを用いた場合、電源切断後も内容を長期にわたり保持できる。対してメモリとして RAM を用いるラムディスクは、揮発性メモリを使用するため、バックアップ電源を持たないと、 電源の切断によって記憶内容が消えてしまうという大きな欠点がある。なお2010年時点でシーケンシャルアクセスの転送速度と比較した場合、一般的にフラッシュメモリを用いた製品よりもラムディスクの方が高速ではある。ただし、技術革新によりラムディスクとフラッシュメモリの差は年々近づいている。 フラッシュメモリで構成される SSD が誕生したのは1991年のことであり、この3年前に設立したばかりのサンディスクが IBM のシンクパッドペンコンピュータ向けに容量20メガバイトの ATA 互換 SSD を開発、出荷したところから始まる。サンディスクでは会社設立当初から磁気ディスクや光ディスク等の回転式記録媒体を 個体上のフラッシュメモリに置き換えることを狙い将来像として SSD が世界中に普及する姿を描いていたそうした中で1個のメモリセルに1ビットを超えるデータを記録するマルチレベルと故障する技術とコントローラー技術により従前から存在する回転式記録媒体をエミュレートするシステムフラッシュと故障する手法の2つを新たなコンセプトとして打ち出し これらのコンセプトに沿った最初の製品として前期の SSD が開発された。この最初に開発された 20MB の SSD の OEM 価格は 1MB あたり50ドルと高価だった。2008年には東芝が SSD を世に送り出し始めた。2009年にマイクロンやインテルは SSD 内部のアーキテクチャにストライピングとメモリーインターリーブの手法を導入し、 3位が b p s シリアル ATA の帯域幅に迫る SSD を発表した。2010年2月、マーベルより SATA3.0 接続に対応した SSD コントローラーチップが公開され、同年3月マイクロンテクノロジからクルーシャルブランド製品として SATA3.0 接続対応のリエルスド C300 が発売された。 シーケンシャルリード時に 355MB、セックを出し、SATA2.0 の理論速度上限である 300MB、セックを超越している。2011年には、サンドホースが並列度を倍化させるとともに、コントローラーとフラッシュの間でデータの圧縮を行うことにより、6ギガ b s シリアル ATA の帯域幅に迫る消費者向けの SSD を発表した。 2012年6月には中央大学がリーラムとランドフラッシュメモリを組み合わせた SSD のアーキテクチャを開発した。東芝は2012年10月に容量1 6イトのエンタープライズ向け SSD をサンプル出荷する旨発表している。サムスンは2018年中に2.5インチサイズの SAS で容量3 2イトの エンタープライズ向け SSD をサンプル出荷する旨発表している。2012年に入ってからは 1GB あたりの単価で1ドルを割り込むようになり、同年12月時点での 1GB あたり単価は0.8から0.9ドル程度になっていると指摘された。2.5インチサイズのシリアル ATA SSD を分解した画像以下の通り、デバイス内には フラッシュメモリとキャッシュ用の DRAM メモリ、アクセスを制御する専用のコントローラーチップなどが組み込まれている。一般的に SSD で用いられるフラッシュメモリチップの転送速度は HDD よりも劣っている。ただし、SSD 内部には複数個のフラッシュメモリチップを搭載することができ、それらを専用 IC 等を用いて並列動作させることで HDD と同等。 あるいはそれ以上の性能が確保されている。コントローラはフラッシュメモリチップと接続端子の間で読み書きを制御する集積回路である。一般的な SSD のコントローラには組み込みプロセッサとファームウェアが内蔵されている。SSD の性能と寿命を左右する重要な要素となっており、読み書き速度や書き換え回数の上限もファームウェアを 含むコントローラチップの使用で決まるため、チップベンダーやチップの型番が明記されることが多い。圧縮書き込み機能や暗号化機能を持つものもある。コントローラが行う処理には次のようなものがある。SSD の性能は、デバイス内での難度フラッシュチップの並列数により変化する。単体のフラッシュチップは低速であるため、アクセスの負荷がチップに 効率的かつ均等に分散される状況では、並列数が帯域幅に比例し、またチップの高い0点子も隠蔽されることになる。通常は複数個のメモリチップが使用され、データを記憶する。コントローラチップとフラッシュメモリチップの台の使用が同じであれば、他の要因でボトルネックに達するまでは、同時にアクセスできる台の実装数が多い。 大容量製品でより書き込み速度が高くなる。2018年現在、SSD 内部の記憶用半導体素子には、大記憶容量が比較的容易に得られる難度型フラッシュメモリが使用されている。記憶領域については、フラッシュメモリ同様、積層プロセスを用いて3次元フラッシュメモリ等を記憶チップとして利用し、さらなる容量単価の減少と総容量の増加が、 予定されている。HDD のような機構部品を持たず、半導体のみにより構成される SSD は、高集積化の技術的余地が大きく、今後の市場の要求次第では、極めて高集積度の不揮発性の記憶装置が作られる可能性がある。SSD だけに限らず、マラムやフェレム、リーラムのような半導体型記憶装置すべてに、今後の高集積度化の可能性があるが、 難度型フラッシュメモリはすでに製品化されていて、記憶容量の集積密度も遜色がないという点で、他よりは比較的現実性が高いと考えられる。現在、3次元セル積層技術が有望な技術として注目されている。例えば東芝は、実装面積が 18mm14mm、mm、の 128GB SSD を試作した。 これを16個使用すれば1.8インチ HDD のパッケージ内に 2T バイトの製品が作れることになる。この試作品では16個の容量 32Gbit の難度フラッシュメモリチップと1個のコントローラーオップを25マイクロメートルまで薄く削り17枚を EMMC パッケージに積層実装した。2012年6月には中央大学がリーラムと 何度フラッシュメモリを組み合わせた SSD のアーキテクチャを開発した。現時点で量産研究段階にある不揮発性メモリリーラムはフラッシュメモリより大幅に高コストであるが読み書きが大幅に高速であるためキャッシュに用いることにより SSD の全体としてのスループット向上低消費電力化長寿命化に資するという SSD のコストの 約80%を占める難度型、フラッシュメモリ半導体が安価に、大容量化できれば、販売価格は、安くできる。現状の SLC 型を4値による2ビットセルの MLC 型にするだけでなく、すでに8値による3ビットセルの TLC 型が、実用化されており、また、プロセスルールの微細化によって、大容量化が図られている。 立ち化や微細化によって書き換え回数が減少するが、周辺技術でカバーしきれるのかという問題がある。例えば、90ナメートルの SLC 型では書き換え、可能回数は10万回程度だったものが、MLC 型の50ナメートル世代では2万回以下に、TLC 型40ナメートル世代や2009年から2010年から量産が始まる。 予定の30ナノメートル世代では1万回以下にまでなる。記憶素子による分類この記憶素子は次の4種類に大別される。これらは記憶素子内の蓄積電化量、つまり電位の検出区分に違いがある。SLC 型は一つの記録素子に1ビットのデータを保持する。蓄積電化量の検出をハイ、はい、ローの日で判断するため、 記録素子の劣化やノイズといった多少の蓄積電化量のばらつきは問題とならない。SLC 型はその書き込み速度と書き換え可能な上限回数が大きいことによりサーバ向けや産業用の組み込み装置など信頼性向上や保守頻度の低減を優先しコスト高がある程度許容される用途で普及している。MLC 型は一つの記録素子に二ビット以上の データを保持する。タッチ難度という。蓄積電化量の検出を、はい、ローだけでなく、二つの間に、いくつかの中間値を設定して、四値や八値、十六値といったタッチで判断する。記録素子の劣化やノイズによって、少しでも蓄積電化量に変動が生じると、保持していたデータは誤りとなる。その場合、フラッシュメモリ回路やコントローラ内の誤り、 検出訂正回路によって自動的に正しいデータに修正される。一般的に MLC 型の記録素子はエラー訂正機能との併用が必須となり、SLC 型と比べ多くの上長エリアが必要となる。またこれらのエラー状況を監視することによりメモリーブロック不良が検出され、代替メモリーブロックに切り替えられる。MLC 型は SLC 型と比べて書き換え可能な回数とデータ、保持期間で劣るが、一セルあたりの記憶容量が倍増する。同じセル数であれば大容量化が、同じ容量ならば低価格化が可能となり、大容量製品を安価に提供することが可能となる。長期間の使用や、高信頼性を求めず、主に価格や小型化を重視する製品に用いられる。そのため、出荷数や、 採用数では SLC 型を上回っておりデジタルビデオカメラや個人用 PC などの民生用途では今後も MLC 型が普及していくものと見込まれている SLC と MLC を混用した製品も存在するサムスンの技術者によるとコントローラの設定で同じセルを SLC にも MLC にも使用することが可能で製品に両方を設定し SLC 部分を キャッシュとして MLC 部分を主記憶部分とする EVO シリーズがある。キャッシュメモリには 128MB 程度の DRAM を使用することが多く読み書きの高速化に寄与する。部分的な書き込み時には対象となるブロック全体を一時的に保持するのに使用される。また、一つのブロックに対する複数の細かな書き込み要求では、 フラッシュメモリに書き込まずにキャッシュメモリに蓄えておき、ある程度まとめてから一度に書き込むことで、書き込み可能回数の実質的な向上を行うのにも使用される。電化体の製品では、キャッシュメモリが省略されているものがある。フラッシュメモリと DRAM を用いたコントローラを搭載したものが主流で、あるが、2012年5月には、バッファローメモリが、 D ラムの代わりに不揮発性メモリであるマラムをキャッシュメモリに採用した SSD を産業向けにサンプル出荷開始した。製品は組み込み向けに比較的小容量で突然の電源弾でも書き込みデータやコントローラの管理データを保持し対象外性の向上、低消費電力化などが図られるという外装が全体を保護、支持するが内蔵型のものでは外装を持たないものもある。 USB に対応することで、外付け SSD として使用できるものも存在する。HDD の代替デバイスとして使われるため、HDD 同様のインターフェースを持つものが多い。初期の頃には、IDE 端子を搭載する SSD があり、シリアル ATA 以降前の古いノート PC でも、ATA 接続で利用することが可能であった。また、 ATA 端子に対しシリアル ATA SSD を接合する下駄と呼ばれるアダプタも開発された。他にも、主に1.8インチ HDD のリプレイス用として、ジフやリフに対応したものも開発された。HDD でシリアル ATA が主流になるにつれて、SSD もシリアル ATA 接続に対応したものが主流になった。なお、SSD 普及の時期から、 ほとんどのドライブはシリアル ATA インターフェース搭載であるが、従来の IDE インターフェース搭載の古い PC でも使えるようにしたものもある。SSD の大きさに関する標準規格はないが、1.8インチや2.5インチといった小型 HDD の形状に対応したマウント部を持つ外装が存在する。2013年5月時点では、 ノートパソコンで対応される2.5インチハードディスクドライブのサイズおよびネジ穴位置に合わせたものがほとんどである。そのためデスクトップパソコンの3.5インチ米に取り付けられるアダプタが付属するものも多い。厚さは7ミリと9.5ミリのものがある。なお、ノートパソコンに取り付ける場合、パソコン本体によっては7ミリ厚のものしか対応できない場合があり、注意が必要である。 MSATA SSD とそれを外付け化するケース2.5インチサイズの NVMe SSD2013 年頃から MSATA に対応した SSD が登場した。MSATA はシリアル ATA と同じ規格の信号を利用した端子で通常の HDD や SSD と違って基板上に直接実装でき電源コネクタと信号ケーブルが不要となりかつ 旧来の HDD の外角に合わせたサイズ、携帯から解放されるため、小スペース化が必要な小型 PC やノート PC に利用される。MSATA に対応した製品によっては、インテルスマートレスポンステクノロジーで使用する HDD キャッシュに用いられるが、通常の HDD と同じ単体の SSD として使えるものもある。SSD は、 HDD のアクセス速度を大きく改善するという目的を達成したが、やがて HDD の速度を想定して作られたインターフェース規格の転送速度の上限に達した。シリアル ATA Express などより高速な PCI Express 等の従来規格を利用した製品が登場したほか、M2、U2 など専用のフォームファクター規格に準拠した製品。 ダーソシーの代わりに NVM エクスプレスを利用した製品などがある。上述の通り、SSD は HDD とは明確に異なる動作原理を有し、その特性も HDD とは大きく異なる。このため、形状、耐久性から制御コマンドに至る広範な規格の標準化が求められている。アメリカの工業化規格団体の一つである JADEC は2007年より、 省委員会において SSD の標準化作業を開始し2010年9月に SSD が要求される機能及び耐久性試験の方法に関する規格と耐久性試験を行う際にかかる負荷に関する規格を策定した標準化作業は現在も進行中であるまた OS と SSD 間の通信に用いるコマンドセットなどのインターフェースに関しては 2008年4月にインテルがマイクロソフトやデルト共同で不揮発性メモリホストコントローラーインターフェース企画を発表している。スマートフォンその他の組み込み機器に搭載されるフラッシュメモリのインターフェースはシリアル ATA ではなく EMMC が主流である。一部のノートパソコンやタブレットには EMMC の SD が搭載されている。また、 EMMC の後継候補として、ユニバーサルフラッシュストレージという企画がある。オペレーティングシステムにおいて、開発、発表時に、SSD が実用化されておらず、SSD での利用が想定されていない場合、HDD 用の処理が SSD に適用される場合がある。結果的に、ハード特性の違いから寿命が短くなったり、不都合を生じたりすることがある。 マイクロソフト Windows においては Windows Vista まで HDD のための自動デフラグメンテーション機能が働くため放置すると無用な書き換え処理によってセルの寿命が消費される。一方で Windows 7以降からは HDD とは別種の記憶装置 SSD として扱われデフラグメンテーション、スパーフェッチ、レディブストなどの対象から除外とエアレベリングをサポートしている。 Linux カーネル2.6-28からは、ウェアレベリングなどのサポートが改善され、セルの寿命をできるだけ伸ばすなどの対策が取られている。オパンセラリスなど一部の OS では、SSD に対応したファイルシステムがある。HDD と SSD の構成部品の違い HDD に対する強みは、主にモーターやアームといった機構部品による可動部を持たないことにある。 SSD の端緒は HDD に比べて記憶容量あたりの単価が高く記憶素子の書き換え回数に上限があることである。HDD と同様の使用方法のままでは比較的早期に書き換え可能回数の上限を超えてしまい、やがては内部の記憶素子の劣化が進行することで記憶情報の保持ができなくなる。2009年秋、現在 SSD は 同サイズ、同容量の HDD と比較して、数倍の価格で販売されているが、これらの差は徐々に縮まりつつある。以下は、各比較に対し有利である方に丸をつけたものである。連続読み書き速度の比較では、SSD は最新型の HDD を大きく、上回る速度を、すでに実現している。ディスクドライブのアクセス時間は、メモリに比べて、 非常に長いので SSD に置き換えることで特にランダムアクセスのスループットを大幅に高めることができる。シーケンシャルアクセスの性能が広告用のベンチマーク結果としてよく出されるがランダムアクセスの性能にも注意を払う必要がある。HDTune Pro などのベンチマークソフトのランダムアクセスのライトの値でそれがわかる。 ランダム書き込みの速度については2008年に広まりを見せたジャマイクロン製コントローラーチップ JMF600 に搭載の SSD は HDD よりも遅かった。しかし2009年に発売されたインテリンクスやインテル製のコントローラーチップを搭載した SSD では内部に大容量のキャッシュメモリを搭載することで小ファイルの書き込み時の内部遅延を隠蔽し HDD よりも はるかにランダム書き込みが高速な製品が登場した。データの読み出しが中心で書き込みをほとんど行わないものではフラッシュメモリの欠点である書き換え可能回数の少なさが緩和される。例えばオペレーティングシステムやアプリケーションソフトといったプログラムファイルは一度インストールされるとアップデート機能で新たなファイルが上書きされるまで読み出しのみとなる。同様に 編集などによる再保存を行わないデータも読み出しが中心となる。例えば Windows においては OS の起動に関して劇的な改善が見られる。小さなファイルの高速読み出しやインデックスなどの作成でたくさんのファイルにアクセスするときにアクセス速度が重要になる場合もある。フラッシュメモリと HDD の比較ではフラッシュメモリには 飼育時間が存在しないことの速さが読み出し速度の遅さを相殺する。典型的なものでは音楽データファイルを格納するデジタルオーディオプレイヤーのフラッシュストレージがある。データを一度保存すると、あとは読み出しが中心となり、再生には高速な読み出し速度を必要としない。また、ストレージ容量の大容量化が進むにつれて、繰り返し古いデータを削除して、 新しいデータを入れるといった操作の頻度も低下し、欠点である書き込み体制の低さが現れにくくなる。上記とは反対の性質を持つものは適さない。読み書きの対象性では、例えば繰り返し更新を行うデータベースのデータファイルや書き込みが繰り返し行われるキャッシュファイル、用途によっては大量に作成されるテンポラリファイルなどがある。 キャッシュファイルやテンポラリーファイルについては、これらを使用しない、オンメモリのシステムやソフトを用いることで対処できる。データの読み書き速度では、大容量のファイルの保存や読み出しを短時間あるいは頻繁に行うようと、例えば 100MB 単位の大容量の音声データや、映像、画像などのデータ編集には向いていない。このように、 データの再生や数メガバイト程度の小規模なファイルの出し入れが中心の使い方かデータベースやワークステーション的な使い方が中心化によって向き不向きがある。また2015年現在データの保持期間は HDD よりも劣るため長期間通電しない用途には向いてない。ハードディスクに比べて書き換え可能回数が少ない。特にサーバやデータベースなどの用途では 寿命が短くなる場合がある。ただ欠点とされる書き換え回数の制限も、特定の記憶素子に書き換えが集中しないように分散化させる、ウェアレベリングや短時間での頻繁な書き換えを避けるためのキャッシュメモリの併用、すでに不良回避のために存在する上長記憶領域とは別に書き換え回数制限の回避を目的とした。 広い上長記憶領域の確保によって改善できる。SSD メーカーは、コントローラーチップでのウェアレベリングや、キャッシュメモリの搭載などの緩和策によって、毎日 50GB の書き込みを行った場合で、SLC 搭載製品では20年以上、MLC 搭載製品で4年以上の寿命があると主張している。海外のテストサイトによる2013年から、 実施された耐久試験では、総書き込みバイト数が 700TB から2 P バイ b で書き込みエラーが発生しており、計算上は最低でも毎日 10GB のデータ書き換えを約190年実行して、ようやくエラーが発生する状態であり、実用上は問題のないレベルとなっている。SSD はデータ保持時間が HDD よりも短い。 特に高い室温環境で無通電状態で放置すると数週間から数ヶ月でデータが消失する恐れもある。HDD の時期記録そのものについては100年以上保持されるのに対し SSD のデータ保持期間は10年前後との指摘もある。フラッシュメモリ半導体はもともとデータ保持時間が有限であり、セルの微細化はそのままこの時間短縮となって現れる。 HDD のように、機構部品の寿命を除けば、半永久的な情報保持原理のものと同じ感覚で、扱うと、書き換え回数が少ない読み出し専用であっても2から3年ほど、早ければ1年も放置すればデータは失われてしまう。例えば、90ナメートルの SLC 型では、データ保持時間が10年弱程度だったものが、MLC 型の50ナメートル世代では5年前後に、 MLC 型40ナノメートル世代では2年前後、MLC 型30ナノメートル世代では1年ほどになる。さらに、高温環境下で無通電状態だと数ヶ月、数週間のスパンで消失の恐れもある。解決方法として、通電時にコントローラで時間経過情報を参照し、再書き込みを行うなどが考えられており、一部メーカーで部分的に実装している。 また、新しい低コスとか及び容量増加の手法としてと、難度素子の3次元セル積層技術が注目されている。歴史が長く、ノウハウが蓄積され、データ復旧技術も確立されている HDD と、異なり、SSD においては、故障時の完全なデータ復旧方法は、確立されていない。SSD は、メモリチップへの書き込み方法が搭載されている。 コントローラチップに依存しており、コントローラがメモリに記憶した際のアルゴリズムがわからないとデータを戻すことができないためである。データ復旧作業そのものが現実的ではないと指摘する声もある。SSD の高速化に伴い、コントローラからの発熱が問題となっている。サーマルスロットリングと呼ばれる熱暴走を回避する機能が働くことで、性能が低下する。 SSD メーカーは標準でヒートシンクを取り付けた製品を展開しているほか別売りの SSD 冷却用ヒートシンクも市販されている。SSD 長期使用者や多頻度利用者から書き込み性能が購入時よりも低下したという報告が多数上がっている。データを削除して空き領域となったところに再度書き込みが行われる際、データの消去処理などが追加で実行されている。 可能性が高い。SSD は購入当初は書き込みの際、消去済みの初期化ブロックに対して書き込みだけをするため処理は早い。しかし、HDD を想定した一般的なファイルシステムにおいては、書き込まれたデータを削除して空き領域とする場合、ディスクの管理情報を書き換えることでデータを OS から見えなくするだけであって、実際にはデータそのものは消去されず、 空き領域にそのまま残ることになる。SSD を使用し続けることでこのようなデータが残っている空き領域が増加していくが、これらの領域は SSD 側で一定の時点で消去されることはなく、そこへの新しいデータの書き込み命令があったときに初めて消去される。消去処理は書き込み処理より約100倍ほど時間がかかり、単なる書き込みの度に、 古いデータの消去新しいデータの書き込みのような二つ以上の処理を必要とするため速度が低下する。消去を一括に広範囲で行うという特性上、本来消す必要のない領域まで余計に消去してしまうため、その領域については元の値を書き戻すステップが必要となってしまう。難度フラッシュの一般的な使用の一つである読み書きは2キロバイト単位。 消去は 256KB 単位というシステムを例に取ると、たった1ビットの値を書き換えるだけでも、最悪のケースでは128回の読み込みと1回の消去、そして128回の書き戻し動作が行われる。特定のコントローラに起因するもの2008年7月頃より、ジャマイクロン製コントローラチップ JMF602 を搭載した s SD 製品で、 Windows の動作が一時的に止まるという問題がインターネット上で多数報告された。一般にプチフリと言われている。原因は問題のコントローラー IC あるいはその制御ファームウェアであり、読み書きが混在して集中した場合、処理速度が極端に低下、あるいは IC そのものが一時的に無反応に陥り、現象が発生すると推測されていた。 この問題は大量の読み書きが同時に発生した場合に特に表面化するという特性があり、PC 環境によっては表面化しない場合がある。製品レベルでは根本的な解決には至らず、同社の後継製品である JMF612 または他社製コントローラチップが採用された製品を使用することが対応策となった。ユーザーレベルでの様々な回避方法は、 報告されており、例えばバッファローのターボ SSD や i、o データのマッハドライブなど、発売元が提供する各種ソフトや、マイクロソフトが提供するエンハンスドライトフィルターなどを導入することにより、ある程度軽減することができたとの報告もある。LPM 問題に近する、モノ SSD が持っている節電機能と、Windows が持っている節電機能との間で、タイミングのズレが発生し、 結果プチフリーズが発生する場合がある。SSD に採用されるコントローラのファームウェアが何かしらの問題を抱えている場合がある。ありがとうございます。